去年3月、旭川市内の公園で凍死した状態で発見された当時中学2年の広瀬爽彩さん。今日、第三者委員会の最終報告書が公表され、広瀬さんが3年前、自殺を図った際の市教育委員会の対応について、いじめ対策推進法で定めた重大事態と認めなかったことは、法律違反にもなるとの見解を示しました。また学校側の対応についても明らかに誤りと指摘しています。一方、最終報告書では広瀬さんの死を自殺と認定したものの、いじめと自殺との因果関係についてはどの程度影響したかは不明とし、明記されませんでした。一方、今津旭川市長は今日の市議会で、遺族側が内容を不服として再調査を求めていることを踏まえ、新たに直属の第三者委員会を設置し、再調査する方針を示しました。現在、そして未来の旭川市の子どもたちを守り、二度とこのような悲しく痛ましい事態を起こさせないための全国のモデルとなり得るいじめ再発防止策の策定が必要不可欠であると